さあパッチャン TV 始まりました。本日は山口県山口市に来ております。はい、そして今回のゲスト、はい、元保育さんです。元保育です、よろしくお願いします。お父さん、いきなりね、すげえとこに連れてこられたんだけど、本番前に喋りすぎですからね。山口県ってことは分かってんだよ、はい、山口市も。で、はい、なんだっけ、アジス。そう、アジスっていう、はい、初めてですね。アジスアベバっていうとこ知ってるけどな。アジスアベバって何ですか。アフリカにあるんですよ。アフリカの話持ち出されても。いや、すげえ暑いな、これ日本中どこ行っても暑いな。大丈夫ですか、皆さん、今日暑いですけど、肌ケア大丈夫ですか。肌ケア、肌のケアされてますか。いや、俺本当は一応目のために目がかけてたんだけど、はい、本当は帽子かぶりたいんだけど、帽子かぶっちゃうと俺だって分かんねえんだよ、みんな。これ辛いだろ、辛いだろ。俺を確認できるところは残しておかないと。これがね、思いっきり直射日光なんだよ。でも間違いなく元さんですね。吸収しちゃいますからね。はい、ちょうどいいとこじゃない、道の駅があるじゃない。確かに、これ行きます。行きましょう。これ屋根あるだろ、絶対。さすがにあると思う。涼しくて、うん、それだけでいいや。すごいね、チーズ。元さんのお土産探ししましょう。うん、ちょっと一応山口のね、はい、名物みたいなのを教えてほしいんだけど、はい、おすすめとか、ここの名物とか。ここのおすすめは、うん、今はかぼちゃなんです。あ、赤、はいだったもんな。栗、はい、栗マサル。栗マサルね、はい。甘いんですよね。そうですね。栗に勝る甘さで栗マサル。おなるほど。そういうこと。なるほど。普通だけど栗よりうまい十三人ってさつまいものことを言ってたよね。十三人より甘いんだろうな、きっと。でしょうね、ちょっと困ってらっしゃるじゃん。知識で上を行くのやめてもらっていいですか。教えてください。本物はないですか、かぼちゃの。あ、あります。本当、これはもちろん生で食えないよな。普通のかぼちゃだよな。いっぱいありますね。今ほら、いろんなのあるから生で食べる。これがすごい甘いんですよね。そうですね、甘い。元さんもちょっと かぼちゃ似合うんじゃないですか。かぼちゃが似合うってどういうことなんですかね。みんな同じような顔してるよ。どういうことですか、どういうことですか。丸い。甘いってことですね。あ、これめっちゃ美味しいんですよ、これ。何これ。佐藤さん、これね、これびっくりするぐらい美味しいですよね。はい、これは何、名産なの。名産というか、はい、美味しいお菓子。名産というかっていう。名産というか。いや、なんかこれパイってのはパイ。山口のパイまんじゅう。はい。パネコ。中にあんこが入ってます。はい、これめっちゃくちゃ美味しいんですよ、本当。金子さんっていう和菓子屋さんですか。だからお母さん、山口の方ですか。こんにちは。あ、何今日お買いになったんですか。え、あ、小イワシ。すごい、いいですね。いいですね。これ、あ、もう家で食べるようなやつを買いに来られたんですか。これ骨とかも食えるの。全部食べれます。これどうやって揚げ物にして。え、そのまま素揚げですか。素揚げ。このままは食べられないの。食べることはないです。そうですね。骨は残ってるから。あ、ちょっとお母さんの料理食べたら家行っていいですか、お母さん。そんな番組かよ。ソフトクリーム食べますか。食べましょうよ。食べましょうか。俺ソフトクリームはうるさいんだよね。うるさいですか。何も言ってません、さっきから。いやいや、ほんとこれ、何もうるさいですよ。これ意外と美味しいのがないんだよな。そうそう、ここ大当たりかもしれないですよ。これはミニだな、ミニバニラ。ミニかぼちゃやっぱり食ってみるべきかな、山口来たんだから。そうですね。失敗するってことないよな。迷ったらミックスって書いてます。店の前で考えすぎて。店の前で。かぼちゃ美味しい。美味しいですよ。美味しいですよね、うん、一番人気はミックスなんですか。そうですね、うん、みんなほら欲張りだから、いろんな味、うん、どっちも食べたいんですね。バニラもでも美味しいですよね。そうですね、基本はバニラだからね。じゃあね、ブルーハワイだ。違う。なんでですか。なんで。ああ、そうかそうか。たまたま目についたんだよな。かぼちゃ、バニラ、ミックスのそれぞれソフトクリームを購入。さあ、お味の方は。まあこれ別に山口のあれじゃ何でもないもんな。これでも早くしないと溶けるの、うん、外に出た瞬間、意外とうまいな。美味しいですね。どう、クリマサル。うん、甘い。甘い、うん、うん、あ、美味しい。意外と美味しいよ。最高ですね、この夏に。外出た瞬間溶ける。本当だ、ね、もうそんなに溶けるんですか。どんだけ外が暑いから。もっと可愛いですね、ソフトクリームを食べてる元さん。いいバニラアイスってすぐ溶けますよね。あのね、
中年親父はねソフトクリーム好きなんだよ。そうなんだ。あのゴルフ場なんか行って、はい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 、ソフトクリーム頼んでる中年親父多い。ソフトクリームで進んだところでなんだろう。CM の後は実践ですよ。パチタン TV 夏の自由研究。イエーイ、ありがとうございます。はい、ということでですね、自由研究、あの夏なので、うん、やっぱり夏といえば自由研究じゃないかということで、そんな年じゃないよみんな小学生じゃねえし、小学生に戻った気持ちでちょっと何か一つ研究してみましょうじゃないでしょうか。なんかちょっと何言ってるか分かんなくなってきましたけど、 SNS のこのパチタウン TV 公式アカウントで、はい、ちょっと皆さんに、うん、あのオカルトについて募集したんですよ。オカルト、そう、皆さんあのマイオカルトみたいなのやっぱパチンコをすると持ってることが多いので、ね、海物語という、はい、まあ、パチンコであるんですけど、うん、まあ、それにまつわるオカルトがやっぱ結構多くてですね、多いね、多い多い、そうなんですよ、いっぱいある、ね、いっぱいあるんですよ、まあ、奇数図柄で枠外斜め揃いの台、うん、あのした場合100回転以内に当たるとかそうそうそう、たまたまじゃねえのかたまたまかもしれないですけどね、結果そうかもしれないですけどね、はい、っていうのを研究して今日はやるっていうことですか、はい、そうです、これもあるよ、実践してみようと、詰まった時は、はい、かかりそう、それ普通です、オカルトで何でもない、あの届いたオカルトをもう実際にやってみて、うん、それがこう正しいかどうか検証していきましょう。でもこれで本当にそのオカルトをやったことによって、はい、大当たりが来たら、はい、オカルトじゃなくなる可能性もありますよね。まあ確かに研究が実証されちゃったらやばい、ね、はい、今日は重大な研究発表が出るようなね、まあ、とりあえずやってみようやってみましょうか、はい、じゃあ早速実践いきたいと思います、はい、今回の舞台はプレイランド8アジステン、パチンコ355台、パチスロ246台を設置しており、地域最大数の5レートを取り扱うホールですよ。それではですね、オカルト投稿の多かった海物語シリーズの最新作 CR 大海物語4ブラックで今日は検証していこうと思います。ブラック、はい、早速検証スタートです。はい、いいのやって、あ、ちょっと待ってくださいね。何、まず、うん、実は海物語シリーズ魚群占いっていうのがあるんですよ。なるほどね、はい、この待機画面中にそう、そこを押すと、まあ、泡なりなんなり出てくるんですけど、これで魚群が出るまで押してください。魚群が出るまで、これ、ね、出なかったらずっとやってなきゃいけない。そうですね、30分ぐらい頑張って、まずはずっと出ないという可能性ありますよあ、私来た、あ、レオコも出た、ね、全然来ないんだけど、頑張ってください、出たら打つのね頑張っ、あー、はい、あ、出た、じゃあスタートです。はい、はい、これ意味あるんですかこれそれを意味がないようなことを今日は検証していくんですよ。そうかそうか、やっぱりね、あの海のオカルトといえば、はい、ビーチかかった時に魚群出ろっていうこうする人多いじゃないですか、はい、あ、なるほど、あれもオカルトでしょ。そうですね、なので、まあ、通常時のそのオカルトであったのはビーチがかかったら画面の右ですね、この辺に手をやって、うん、こう魚群をこう引っ張り出すようにこう自分の力でこう、そうです、そしたら魚群が出やすくなる、出やすくなる。海にまつわるオカルトを持ってる人って多いと思うんですけどね。ああ、ビッグバイブ、熱い、本当大チャンス、ハズレからテンパイに転じしましたね。この後よし、ボタンを押してくれ、あ、当たった、早い、魚群占い、魚群占いの効果出ましたね。魚群占いの効果、これ、お、恐ろしい、オカルトバカにならない、あ、炎目、これ激アツなんです。これでもハズレることもあるんだろ。いや、ないです、ないです、このすごい、今の当たってるじゃないか。じゃあパールフラッシュが来たら大当たり。これでも早かったですね、本当当たるの。なかなかね、この後当たらなくなるんだよね、こういうの最初。あ、それも一、ね、つのオカルトですね。一発すぐ早めに当たった後はハマるっていう。そんなオカルトは当たってほしくないんだけど、で、あのこの番組オリジナルのオカルトも一個あるんですよ、モズさん、実は。あ、オッケーオッケー。レオコがこれ熱いです、これ当たります、もう安心して見てていいですっていうレオコ煽りっていうのが入ったらほぼ外れます。ちょっとやめて、はい、俺もそんな予感がしてた、はい、それ気をつけてください。ちょっと待ってくださいよ、今日何もまだ言ってないじゃないですか。いや、だからそのレオコ煽りが入った時は危険です。あ、そして元さんの連チャンが終わってしまいましたね。終わりましたね。じゃあみんなで通常時のオカルト検証しましょう。いや、俺ちょっとオカルトもそうだけどさ、はい、元さんの話も聞きたいのよ、いろいろ。あ、聞きたいですね。お兄さんもでも芸能界いるじゃないですか。まあね、お兄さんは一緒バンドやったんですか。うちの兄貴はね、やっぱ一緒にバンドやってたんだよ最初、はい、
でじゃあ今ピンでやってる今あのお笑いみたいの兄弟と一緒に仕事するのって意外とうまくいかないのよ。あ、そうですか。両方に甘えがあるから。なるほどなるほど。だ芸能界でも兄弟のやつって大体仲悪いよでもね50過ぎるじゃない、はい、50過ぎると仲良くなるんだ。あ、なるほど。もうそういうことはくだらないことがどう兄弟っていうか大事になるから。いや若いとねやっぱいろいろ自分の主張もあるでしょうしね。で一番仲悪いのはな来た双子だよ。あ、来た来ました。あ、走りましたね。ほらやっぱオカルト来たよ来たよ。確かに今ね自分で持ってきた感覚があった。あれ当たりが当たりが持ってこられますか。いやタコがタコがはい来た。いい時に来たね。ちょっと試してほしいことがあるんですけど、はい、大当たりラウンド取り切るじゃないですか、はい、それであのチャンスっていう場面でマリンちゃんが、はい、ちょっとボタンをね連打してみてください、はい、あの気持ちを込めて思いっきり来たここね。そうそこですそこです。連ちゃん連ちゃん気持ちいい気持ちいい、ね、連ちゃんしてください。あ、完全に入りました。入りましたか。これ連ちゃんすると思います。まあ、ごめんなさい当たりました、ノーマルですごいじゃん。よし。じゃあやっぱあのボタン連打が効いてるんですね。今 SD 中だからね。そう。はい。すごいじゃん。16ラウンドです。え、16ラウンドだよね。あ、それ多分まだ分かんない。分かんない。違います。これ7ですね。7。奇数だと7ラウンド。あとあのブラッククジラッキー。ブラッククジラッキーね。はい、それがそろって16ラウンドね。そうなんです。気持ち入ってますか？気持ち。めっちゃ入れてます。あ、私当たった。え？ちょっとあの今俺が言ってんだけど。あのリーチかかったんで律儀に魚群を呼ぶ動きをしてたんですけどノーマルで泡の出ずに当たっちゃいましたちょっと教えてくださいよ、うん、え女の人からモテる方法まあなんだろうあるでしょなんかそれはねきっとね、はいはい、俺は無理だけど。あ、すいません僕2ラウンドちょっとすげえじゃん。ちょっとちょっとちょっと何これです。大骨戦場プラチューきた。これ16ラウンド濃厚ですよ。16ラウンドすごいね。効くかもしれない。これがスーパーチャンス中のボタン連打効くかもしれない。プレミアムですからねそれ。16ラウンドはい、すごいね。見たことないこれ。あー見てくださいボタン。あ女の子たちやっぱ16ラウンド引くとね集まってきちゃうんですよあいつのとこに弾がいっぱいあるぞっつって元気なもんですよ女の子はもうい能登さんがモテる話をしだすと当たるがそれがオカルトじゃないのか。あ、そうかもしれないですねなかなかでも能登さんに聞く機会もないからね普通は。そうですね。いやちょっと本当教えてくださいどうやったらモテるのか。忘れてたよ今のところ一番効果があるスーパーチャンスの連打を律儀にこなしさらなる連チャンを目指すヤマキン。いやいやいや、そう言ったら当たりますからね。え、これチャンス中の連打。はい、来ました。本当に効いてるんじゃないですか。ねえ、私も連打したんだけど私には効かなかったね、はい、私はじゃあこの転廃した後のこの魚群を呼ぶこのオカルトが肌に合ってないのかもしれないです。僕はチャンスの時の連打で結果を出してるじゃないですか、はい、どうやって叩いてるかコツを教えてあげましょうか。じゃ あお願いします。ちょっとだけいやらしいこと考えてます。え、例えばその女の子が映るので、はい、ちょっとその子を見ながらちょっとだけいやらしいこと考えながら連打あんまり真似しづらいんですけど、これが一番いいと思いますよ。煩悩が大当たりを導く。まだまだオカルト検証は続く。気になるオカルトといえば、いやいや、なんで皆さんあんなに激アツ外すんですかね。いやもうゲストがことごとくあれに打ちのめされて帰っていくもんねなんか本当にちょっと私のこと嫌いになりますもんね絶対当たるって言われてお前が当たるって言ったじゃんねお、ウリン出てきました。ぐるぐるチャンス。山木さんそれ絶対当たるやつですよねえ、SD 中です。絶対当たります。それ当たんなかったら本当にどうかしてますよ。ちょっと待ってレオカオリ入ってんじゃないのそれやめて、ね、それ外すとかマジない。しかも ST 中ですよね。ないっすよ本当に。絶対大丈夫です。長押ししなくたって当たります。レオカオリレオカオリやっぱりそうだね
あ、シャチだ、シャチ。あの、絶対当たるとまでは言えないですけど。黙ってる、黙ってる。あ、これこれ黙ってろ。ちょっと、レオ黙って、レオ黙って。あれ、モッツさん、これ当たります。いや、レオやめて。あ、行っちゃったよ、今。これ、当たります、当たります。ほら、止まる、止まる、止まる。レオ子、なんで止まらないの。ほら、ダメなんだよ、だから。お前、黙っとけって。黙ってなきゃダメだっつってんのに。あ、これ確実だね、完全に。今、2分の2です。当たるもん。当たんなかったじゃない。ビッグバイブ出たしね。なんで、なんでビッグバイブの炎目当たらないの。え、ボスさん、でもあ、2段階、ノーマル2段階で当たりました。すごいね、ノーマルで当たった。はい、また再び山金の活躍が続く。来い、来た、呼んだ、呼びましたよ、今。すごいな。メモ燃えてます、余分でメモ燃えてる。あ、これ来るわ。来た、チャンスの連打、いいかもしれん。これ、時短なんで、完全に。山金さん、今誰のおかげで当たったか分かります？え、なんでなんで。あ、何も言ってなかった。そう、私グッとこらえました。確かに。俺は来るわっつったよ、今。そう、いや、だからボトさんは大丈夫だって。俺は大丈夫だな。レオコ煽りがひどいんですよ、やっぱり。私今こらえましたもん、一生懸命こらえました。私のおかげです。いやいや、君のおかげだって言われたら腹立つよね。そうですよ、何も言わなかったら黙ってるだけだよ。その後もヤマキンの連チャンは続き、16ラウンドもゲット。おう、16ラウンドだ。いや、素晴らしい。いや、僕ちょっと大勝ちですよ、今日。そしてようやく元さんにも、パチンコ連戦出てくる。あ、これ熱い、これ熱いです。雨が上がって、あ、ほら、アグネスラムが応援してくれてるんじゃないですか。黙ってるよ。分かった、じゃあ黙ってます、黙ってます。あ、熱い。あ、当たった、当たりました。ほら、当たりました。でも、ほら、煽りすぎなかったですよね。黙ってるよが効きましたね。よし、黙ってるよが効いたね。効きました。最後に、最後って、500回転はまりましたけど。これだよ、もっとは2回目の当たりです。 ここです、連打。気持ちを入れて。さあ、これで引き戻せば本当にありますよ。そうですね、このオカルトは効果あり。あとはレオカオリ演出が入らず、連チャンすればこれは効果ありってことでいいんじゃない。大丈夫です、あと40回転もあるから大丈夫。これ熱いですよ。ほら、熱い、何にも起こんない。ほら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 、よっしゃー。いや、そこは素直に喜ぶんだ。言ってるじゃないですか。今ダメだと思ったら、でも一瞬、あ、俺も海賊が、しかも16ラウンド、俺もやった、海賊、すげー、2つ並んで、なんと2人とも同時に大当たり。オカルトの効果出てるね。あの2人は ST のこともまだあんまり経験がないから知らないと思うんで、僕に聞いてくださいね、 ST 中のことは。大体もう分かってますんで。あー、来た、当たった。いや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 、当たった、すごいね。はい、すごいね。い、すげえ、すごい知ってるって言われには当たりを察知できなかったじゃないですか。で、今扉が、それ山金さん通常の扉ですけど、うわ、16ラウンド、また引いちゃった、16ラウンド。あの扉が金色の扉だと、うん、それも16ラウンドのコーナー。なるほど、金扉、今のは通常でしたね。すごい、なんかお二人楽しそうだな。この後さらに元さんが連チャン、かなりいい感じの検証になったね。よっしゃ、来た。ブラッククジラッキーならなかったんで、おそらく7ラウンドかけへん、はい、もしかしたらラウンド中に昇格する可能性もあります。これは、あ、やった、出てきました、ボスさん。いや、これが見たかったんだ。さあ、ボスさんに会いに来ましたよ。やっぱね、大当たりを重ねた人だ、そこには女の子遊びに来てくれるんですよ。よっしゃ、急に元気出ましたね。さあ、ここで検証終了、結果は CM の後。キリがねえな、これ。検証終了、はい、お疲れ様でした。なんかいくつかはなんか当たってんだったね。オカルトっぽい。そうですよね、はい、まず一番最初にやったの覚えてますか。覚えてる、占い。
そうです、魚群占い、みんな魚群出てからいきなり当たったからね。そうですよね、他にもこう大当たりした時のこのスーパーチャンスのこのチャンスのところでボタンを連打すると、うん、あれはどうなんだろう、あれはちょっとなんか気持ちの問題ですけど、はい、本当っぽい気がしてきました、僕の中で。俺もそれやったら当たった、当たりましたもんね、うんうん、一番間違いないのはレオカオリがね、うん、あれが一番あって、ね、あれがあって、あ、これは絶対当たるって彼女が言った時は絶対外れるこれだけはもう検証自分でもね証明したもん、これは当たる、あ、外れたみたいなまあでも結構今回検証したオカルトは、うん、なんか当たったんじゃないかと思うんですけど、だからまあ自分なりの何かそういうのを、はい、ね、持っててもいいよね、みんなね、そうですね、楽しいですからね、うん、まあでも本当にね、うんうん、それが正解ではないんで、まあ、でもちゃんとあの言葉言っとかないと皆さん、オカルトというのは信じるか信じないかはあなた次第ですはい、というはい、少しまたね、次会った時送っていただければと思います、はい、よろしくお願いします、はい、ということで今週はこの辺で、はい、行きましょう、おやすみなさい、おやすみなさい、早く寝ろ、番組この後も続きます、あ、続くのか、じゃあダメだぞあ、モザいいですね、写真撮っといて、モザ何にも変わらないですよ、上が上何にも変わらない、確かに俺自然派舞台だから